SJN Winchester donates $23 and says, Pokemon, I put over 500 hours in Pokemon X, and Pokemon Blue is my first Pokemon game. $23 for the cutest snake Pokemon, Ekans. Thanks for all you do, AGDQ. And with that, it looks like Gizeron is ready to talk some Pokemon with Wartab. What's up, AGDQ? It's Kizeron here. I'm joined by my good pal, Wartab, who's going to be doing the Pokemon X and Y run. Pretty excited for that. How are you feeling right now? A little bit anxious. It's a long run, and there can be a lot of mistakes that can be done, and the game is pretty brutal. Not as much as Sapphire, but it can be brutal. I think Wartab's going to do great. He's actually probably one of the best runners within the community for some of the newer gen of Pokemon games. Why don't you tell us what got you to pick up speedrunning Pokemon? Cheesy answer is you. Because I need that ego. And Gunner. But yeah, I was just really amazed by how fast you could play the games that I always love to play. And yeah, it was just Pokemon. Was there any particular game that you wanted to pick up right away, or did you just kind of gravitate towards the newer ones because they weren't as accessible? はい、ここでモデレーター交代しまして、私、ジリオンが進行役担当させていただきます。皆様よろしくお願いします。Pokemon games, new ones especially, is really amazing for me, and that's why I root all the games I play. Yeah, you've been a really huge contributor for like, you've done a lot for Gen 6, you've done a lot for Gen 7. 続いてのタイトル、パックポケモンアレンジメントとタイトルですね。ハードウェアがゲームボーイアドバンスとなっております。これ少しね、調べたところ、そもそもアーケードゲームでナムココラシックコレクションボリューム2に入っていたパックマンのアレンジ作品をですね、まあ、家庭用に移植したものというものらしく、パックマンアレンジメントが収録されているのは、パックマンコレクション呼ばれるソフトの中の一作品ということですね。結構、なんていうんですかね、まあ、マニアックな作品というか、なかなか手に入れにくい作品ではないかと考えられます。現在、対応機種がゲームボーイアドバンスと Wii U のバーチャルコンソールということなので、なかなか難しいんじゃないかなと思います。また、そのパックマンコレクションの中には、パックマンアレンジメント他に、パックマンとパックアタックというゲームと、パックマニアという、合計4タイトルが収録されているそうですね。なんか、いろいろ、パックマンシリーズ、本当に作品が多くて、先ほどの、まあ、上から見下ろし型、よくある昔からある、パックマンのようなパックマンと、横スクロールアクションのパックマンみたいなものもあったりして、これどれなんだろう、毎回悩んだりするんですけど、パックマニアはそのパックマンコレクションの4タイトルのうちの1つにパックマニアがありますね。そうですね、足が生えたのがパックランド、それが、横スクロールアクションですかね。で、これが確かね、昔ちょっと今あるかどうか分かんないんですけど、双子玉川駅のそばに、ナムコワンダーエッグっていうアミューズメントパークがあって、そこに、その、ナムコの古いシリーズのですね、アレンジ作品が、まあ、アーケードとして置いてあってっていうのを覚えてるんですけど、もしかするとそこにあったのかなっていう。そうなんですよ。そこのね、マッピーのアレンジ作品が非常に面白くてですね、まあ、マッピーなのに2人同時にプレイができるとかね、まあいろいろアレンジがされてるの で、ちょっと昔の話で、たぶん、なんかワンダイクまだあるのかな、わかんないんですけど。Along with my friend. Wait, what?
Yes, I have allied with the goose. He was on my side. ああ。Popularity together will defeat. 閉園して20年経ってます。すいません。ちょっと古すぎる話でしたね。申し訳ないですね。でもね、ナムコっていうと、日本でももうすごい古いメーカーさんなんでね、昔からのタイトルとか、今だとバンダイナムコっていう形ですかね。続いてて、で、結構意欲的な作品とかね、ツインスティック流とかもあって、サイバースレッドとかね、まあ、すごい私の完全な趣味の話なんですけど、サイバースレッドとかサイバーコマンドとかね、古いのもあったり、あ、面白かったんですけどね、全然パックマンの話じゃないんですけど、いや、懐かしいなと。いや、ですね、司会の人はですね、年齢はちょっと内緒ということで。はい。そうね。ちょっと待ってください。ね。ナムコの話をすると、サイバーコマンドの移植は本当待ってるんですけどね。あれ移植されないんですよね。そうなんです。いやでもパックマンっていうタイトルを話すときに昔の話をこうね交えないっていうのはほぼ不可能だと思うんですよ。まあね、なので。もしえ、何それ、何言ってんのっていうようなものがね、出てくるかもしれませんが、それはもう、ちょっと過分にあるだろう、ジェネレーションギャップ的なものだと思っていただければと。ということでね。Really beautiful print, $15 minimum donation, also from our good friend Ginel Juman, who did that Charizard. Huge shout out to him for making it happen. ギャラクシアンですか。まあ、ギャプラスとか、ね、ギャラガとか。あれですよね、ナムコが、プレイステーションで鉄拳とか出したときにロード画面がね、ギャラガとかできるとかね、そういうのもあってね。$15 minimum donation for that, as well as $15 minimum donation for a collector's edition of PC. Comes with a couple of super things, of course, a copy of the game, a digital copy of the soundtrack. いや、源平東馬伝とかいうタイトルもちょっとコメントの方で流れてるのはすごい嬉しいですね。This version of the physical copy of the game actually even comes with a special recipe for strawberry pie. 本当ありがたいですね。The strawberries that we never get as a speedrunner. Hey, all berries is a category. That's fair. そうなんですよ。そう、ゲームに年齢は関係ないんですね。面白いと思ったタイトルで、その垣根を越えてね、楽しめる。同じ話題としてね、使えるっていうのは最高ですね。アゲス風魔伝っていうタイトルも出てきちゃいましたね。それはちょっと、あれですね。今このタイミングで触れるのは無理ですね。You can get the Fishbone guitar, or you can get it as a bass from Majora's Mask. これは、こんな風に話して大丈夫なの？全然バックマンの話をしてない。あ、まあ、ファミコン版源平の話は、触れない方向でいきたいと思いますが、源平とまで PC エンジンでしたっけね。なんかあったと思うんですけどね。Probably dog.Dog. All right, excellent choice. すいません、ちょっと。じゃあ、これもね、パックマンっていうタイトルを出しちゃったのがいけないですよ、これはもう。やっぱもうね、こう、どうしてもその世代の頃のね、話をせざるを得ないというか、やっぱ派生しますからね。Thank you, Sense. All right.We have a $50 from we have a $50 from who says we have a $50. いやー、そうですね。老人会だと言われたときになかなか否定ができないというね、話もあるんですけど、私がね、こう好きだったのは、まあ、源平東馬伝ですね。源平東馬伝とマッピーはそこそこやったかな、ナムコゲーだと。
皆さんもね、ちょっと知ってる古いタイトルをね、並べていただければ、あ、それ知ってる知ってるってなるかもしれない。あ、ドラゴンバスターとかもね、いいあれですね。タイトルですね。横付きするのがなかなか難しいゲームでね。あ、そうですね。初代プレステにアーケードゲームをまとめたですね、ナムコミュージアムっていうタイトルがありまして、ボリュームがいくつまであったかな？なんか4つ目ぐらいまでは確認してたんですけどね。ファミスタとかバトルシティ、ああ、バトルシティも懐かしいですね。いや、いいね。リブルラブルとか。あ、リブルラブルはどっかで名前聞いたな。すいません、ちょっと出てこないですね。やった覚えがあるようなないような。ゼビウスは少しだけやりましたけど、その時はほとんど訳もわからずやりましたね。ワギャンランドは、しりとりが、天敵ですかね。ワルキューレシリーズでしたか。ワルキューレシリーズは、何でしたっけね。いくつかあるんですけど、確かテイルズ・オブ系のシリーズの中でワルキューレ友情出演してたようなこともあったような気がしますよね。でもワルキューレの話をすると、サンドラでしたっけね。あのすごい難しいゲームがねあったり。あ、エターニアでボスで出てくる。あ、そっか。エターニアでボスでワルキューレや。ね、さて、ゲーム画面が来たようです。というわけで、パックマンアレンジメントですね。基本的には通常のパックマンを、想像していただければ大丈夫と思います。先ほどのパックマン、すごい派手な感じでね、スピーディーなあれだったんですけど、あ、キャラクター説明出てますね。これ、赤色、ピンク色、水色にオレンジと黄色ですね。それぞれ特徴があるそうで、この一番最後、キンキーって呼ばれてる一番下にいるキャラクターが特徴的な敵らしいです。他の4体と合体して強化するらしいですね。さあ始まりました。グッドラックです。基本的にはちっちゃいドット餌を食べつつということ で、ちょっと大きめでピーって書かれてるのが、パワー餌ですね。これを取ると、相手とか敵役が一時的に怯え状態になって、パックマンが、攻撃することができる状態になると。まあ、時間制限はあるんですが、ということで、あ、今のダッシュ版ですかね。全然このゲーム自体は知らないので、あれなんですけど、おそらくダッシュ版で突進して弾けるんですかね。パックマン増えるのこれ。さあ、なんで増えたのかわかんないですけど、増えました。なんかパックマンよりはこう、なんだろう、ギミックが多くて面白い感じします。あ、ダッシュもまっすぐじゃなくて一時的にスピードアップということで、いろんな方向に舵切れるね。ただダッシュ中に特別な餌とかアイテムに触ることができないみたいに今ちょっとそう見えました。
The pink pill puts all the ghosts back in the hub for 5 seconds. で、敵の特徴を忘れちゃったんですよね。パックマンアレンジメントだけで調べると、合体モンスターの特徴が書いてあるんですけど、通常モンスターの特徴が一切触れられてないって、多分当たり前なんだろうなと思いつつ、知らない人には分かんないよな。若干高低差があって、まあ飽きないような作りですね。On this level, I'm going to be keeping an eye on my score because when you get 40,000 points in this game, you get an extra life, and that causes a bit of lag, and that's could be a problem on the next level. やっぱりパワー餌中に敵を連続して食べると、得点が増える。Hope I don't get owned by lag here. まあ、バイバイゲームで増えていく。ナムコタイトルって昔からなんか得点をわざと低く抑えたまんまクリアするっていう縛りプレイが流行ってたりとかね、そういうこともあるんで、まあ、プレイの遊び方の一つにそういうのがねあったりとかなと。そう、確かに道がさっきのタイトルに比べると奥行きの表現とかしてるんだけど、実際、まあ、すごい詰まってる感じですよね。いろいろ一つ一つ。で、相変わらず、まあ、パックマンに横方向には、パックマンだけがループできるのかな。Also, Kinky, the fifth ghost, acts as an additional power pellet. So if you eat him, you get another power pellet. Alright, so now that we're in World 3, the game shifts a little bit. So instead of the fourth ghost I eat determining the power up, it's only the second. So I can get the power up. なかなかやりにくいですね。And which is useful because these levels start getting bigger and more difficult, and the ghosts start getting more aggressive.もうなんか本当にスムーズに進んでしまうので、ああ、うまいしかちょっと言いようがないんですけど、あ、また増えました。ね、配信画面見てると増えた方がその点滅してるじゃないですか。全く見えない場合があるんで、な、今どこにその分身体がいるのかなっていうのが分かんなくなったりしますけど。あ、赤が追いかけで、ピンクが待ち伏せで、水が天体ショー、オレンジが自由に動く、ね。はい、どうもありがとう。で、この RTA で出てくるかわからないんですけど、さっきの5番目の黄色のキャラクターと赤いのが合体したときは、パックマンと横位置が同じになると突進してくるんですよね。で、青色が、青色が分身するそうです。で、合体したピンク色のやつが、なぜかパックマンのところにジャンプしてきて、グズタって何色ですかね、残ってんのオレンジかな。オレンジのやつだと思うんですけど、合体すると太り出すって書いてある。パックマンが餌を食べた通路上に新たな餌を設置してくるって書いてあるね。さあ、 RTA 上でその合体モンスターに邪魔される場面があるんでしょうか。あ、でもなんかでかいのいますよね、あれ。Really happy that went well. All right. So these two mazes I think are my favorite.Like aesthetic with all these like different staircases and stuff. They're really cool layouts. But they're not particularly hard. If you want to fit in like one more donation, this might be a good time. Darth Roni donates $25 and says, "Greetings from Twitch." あとは何かこう
餌の中にも大きいものとちっちゃいものがあって、パワー餌とは違う形らしいんです。もう単純に大きいだけの餌、これを食べてる時は移動速度が低下する。そして先ほど説明した合体するお邪魔モンスターのでかいやつが落とす餌もこの移動速度を低下させる餌らしいですね。ああ、今一瞬こう大きくなってる時、大きくなってる時に食べると移動速度に、まあ、一時的なデバフがかかるというか、食べてる時に時間がかかる。ね、このちっちゃくなったり大きくなったり繰り返している膨張餌と呼ばれるらしくて、大きくなっているときは移動速度の低下が大きいんだけれども、得点はその分高めに設定されているんですね。なので得点変動型の餌と考えればいいですかね。でもまあ得点関係ないので、ちっちゃい時に食べるのがやっぱりいいのかな。そうです、脈動してるやつが、はい、合体してるのが見たい方はですね、黄色いお化けを見たらちょっと注目しておくといいかもしれないです。そうですね、スコアアタックだと明らかに、なんだろう、お邪魔要素というか、スコアを上げにくくする要素になります。あ、やられてしまいましたが、あ、これはそのまま、そうですね。And it does a bunch of things. One, it keeps all of the ghosts clumped together so that I don't die repeatedly. It efficiently clears out the dots. And it gets me back to the middle quickly to eat the power pellet that explodes the previous group of ghosts. あ、でも、このボスが雑魚敵を出してくるのかな? And it ends like right at the end. Like I'm just gonna get this and turn around and boom, that's the end of phase one.そう、確かにボンバーマンを彷彿とさせるような。だってこの戦闘エリアもすごいボンバーマンっぽいですから。してだんだん色が変わる。ああ、あは、色が多分赤になって。あ、しかも上の。敵がどんどんいじけ状態になってってダメージ与えること。あ、これは面白いですね。さあ、タイムという声がかかって、10分と8秒、ジジイですね。あれ、このタイトル10分だったのか。はい、すごいなんか、パックマンなんだけど、いい具合にアレンジがかかっててね、ギミック豊富で面白そうなタイトルでしたね。ルールが単純だからこう分かりやすいっていうのがね、あって見応えありましたね。はい、なんか非常にいいゲームでいい終わり方なんで、特にね、興味を持たれた方はゲームボーイアドバンス版手出してみるのもいいのかもしれないね。お、久しぶりにやりたくなったということはお持ちですね。羨ましい。さあ、パックマンアレンジメント、以上になります。続いてのタイトルの紹介だけ簡単にしておきましょうかね。次、ポケットモンスター XY ですね。長時間のタイトルになりますので、まあ、休憩時間中
いろいろと準備をしていくかと思います。では、次のタイトルの準備がありますので、ここで一旦失礼させていただきます。